新田純子さんの作品を紹介したいと思います。新田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新田純子さんは、すごいエネルギッシュな、主に曼荼羅をアートにされてるんですね。そうです、はい、でただ曼荼羅なわけではなくて、なんかこれなんか面白いですよね、こう上の方から光が差し込んで、そしてこれは何でしょうか。これは、なんか見る人が見れば、海の中のお花っていうイメージで受け取ってくださってるんですけれども、私は、光を描きたいっていう、気持ちがあって、もともと曼荼羅大好きなんですけれど、曼荼羅って、仏教では、悟りとか、それに向かっての修行っていうものを表すっていうのがあるんですけれど、私の解釈というかは、真ん中に太陽があって、炎上のもの、そして本質を有するというサンスクリット の、言葉の意味があるんですけれど、自分の真ん中を表現したいっていう気持ちがあるので、真ん中ってやっぱ太陽かなって、太陽のエネルギーを、本当に宇宙からいただいて、でそれを循環させたいっていう、のがあるので、真ん中いつも太陽を描いてる。太陽の光からエネルギーもらって、それを絵に落とそうかなっていう気持ちで描いてます。でこれ面白いなと思ったのが、これもそうなんですけど、これすごいね、あの何人かにこう、あこれすごいなって言っていただいたんですけど、新田さんはもともとそのトールペイントの先生でらっしゃったんですね。そうです、そうです。もう長年こう、先生をやられてるので、その技法がもう各所に生かされてますよね。おそらく、ね、そうだと思います。だから画面に表情がすごくあって、でちょっとこう、経年変化じゃないですけど、味がこう、あちこちにこう、あるという素敵な作品ですね。ぜひ皆さん、新田純子さんの作品を応援してください。どうぞよろしくお願いいたします。新田さん、ありがとうございました。